ありがとうございます、ありがとうございます。もうさ、寒くなったからどこも行きたくないなって思った。今日もう寒いからどこも行きたくない、なんかモチベない、普通になんかなくなっちゃった楽しみが。てか着ることもないんだけどね、別に。なんか美穂って一人、ミホリンじゃないか、違うか。こんにちは、シナさん、ありがとうございます。昨日は動画ありがとう、休みの、いやいやいや、だから休みでもすることないから私はね、あのね、会社に行って誰かと会話してる方が私はいいんですよ。何もしないが、何もしないが一番ダメになっちゃうタイプだから、私が。そう、家で一人でいるのがね、あの一番良くない。本当はあの一人でいるつもりだったんだけど、昨日はあの会社行って事務所行って作業してちょっと元気になったから配信した。私メンタルがさ、うさぎだからさ、誰かとさ、なんか会話とかしないとさダメなんですよ。喋れない、そう、あの話しかけないくせに、話しかけたりできないくせに誰かと喋ったりしないとなんか辛くなっちゃうんですよ。寂しがり屋なんですよ、すごく。めちゃくちゃ一人ぼっちなのに。髪とお洋服に荷物って可愛いっしょ、これね、全部ねもらいました、ファンの人にいつもありがとうございます、ありがとうございます。でももう半袖着れないもん、可愛いのにね、可愛いのに。なんかね、ありがとうございます、さこちゃん、何を歌うのか、あ、そっか、歌うって書いてるの忘れてたわ、普通に。ゆうさん、ありがとう、ありがとう、動画見ました、動画見ました、ありがとう、ありがとう。遅くなってごめんなさい、本当に すいませんね。暑い方が、暑いの前だ、暑いの前だ。でも今日は寒いし雨で最悪だった、普通に最悪でした。サウナさん、ありがとう、ありがとう。ロバさん、ありがとう、ありがとう。100回目、100回も楽しませてくれてありがとう。いやいや、そんなこと思ってないくせにありがとうね、そんな気使わないで、ありがとう、いつも来てくれて。シャワー、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。何もしない、何もしないとダメなんですよ、本当にダメになっちゃう。え、何もしたくないってあの思う人ではあるんだけど、あのそう、寝たい寝たいとか思うんだけど、寝たら寝たで何もしなかったらダメだって思っちゃうから、なんかしてる方がいいかも。そうそう、そうなの、ありがとうございます。そうなんですよ、ショールームには見ないで。そうだね、そうなんだよね、そうなんだよね、そうそうなんですよ。配信したらね、ちょっと元気になるんですよ。でも今日30分しかないからちょっと歌おうかな。明日ソナダの代わりに出てくる。え、いいな、いいな。あ、そっか、みんなディズニー行ったんだっけ、ディズニー行ってたんだっけ。なんかお土産をなんかくれました、私なんかに。お土産買ってきてくれ。え、なんかさ、あ、びっくりした。
そうなんですよ。マイセモさん、ありがとう。アロマさん、ありがとう。ありがとう。寒いの我慢する。無理。寒いの嫌いだから私。あ、そう、メイク100点の日やったの教えて。うわ、でもさ、なんか100点って言ってさ、来てくれてさ、なんか別にいつもと変わんなくないみたいな。正直誤差だから、これ本人にしか分かんない範囲だから。100点か、このクマがなくなれば100点なんだけどな。難しいですね。クマがなくなればいいんですけどね。グリップが固まってる。ゆいまん先生、ありがとう。ありがとう。ミクサドウ、ありがとう。ありがとう、こちらこそ。ありがとう、ありがとう。そう、何気にね、なんか1周年みたいな話を、ね、してなかったから、ありがとうございますみんな、いつも。だからカラオケします。でも今日出かけてたんだよね私。1周年なんで歌います。特に意味はないけど。
ダメなくさ、ありがとう。待って、私さ、喉痛めてんのかもしんない。いや、気のせいか。気のせいかな。ひよまさん、ありがとう。ありがとうございます。北海道なのに、寒いのに苦手。寒い。でもね、北海道の友達と会ったの、私。そしたら、北海道の友達と今日会って、そう。私がずっと、寒い寒い寒くないって言ってたんだけど、でもね、北海道に比べたら、普通かなみたいなこと言ってた。思ったよりは、関東こんなに寒いのとは思ったけど、北海道に比べたら全然寒くないって言ってた。私の体がもうこっちに適応しちゃって、もう北海道の寒さにはなんか耐えられないみたいです。悲しいね。アロマさん、ありがとう。ひきおばさん、ありがとうございます。ありがとう。しなさん、ありがとうございます。ななくさん、ありがとう。まーさん、ありがとうございます。ひきおろさん、ありがとう。ありがとうございます。こばあきさん、ありがとう。ひいまさいさん、ありがとうございます。さらさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。ありがとう。サム、ありがとう。ありがとう。この前歌ったな。でもね、めっちゃ好きだからもう一回歌いました。やっぱ1周年だからね。皆さんにとか言ってキモいですね。めちゃくちゃキモいですね。読めない。また英語のさ、これなんて読むの、これなんて読むの、なんて読むんですか、これ。リーゼントの、リーゼントの方、ありがとう。ありがとうございます。ちょっと待って、声が出ない。ありがとう。ありがとう。トランプさん、ありがとう。ありがとう。でも今日私話すことないんですよ、全然。なんか申し訳ないんだけど。あんまなんか、あんまりなんか今日思考せずに生活してたから、なんか話すことなくて、今日配信で。だからちょっとなんか声があんま出ないけど歌います。なんかあんま、あと45分、あと15分しかないや。ロバさん、ありがとう。グッドラックさん、ありがとうございます。ありがとうね。あっくんさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。歌詞が響きすぎて笑わないよ。感動してほしい、普通に。笑うんかい、そこ。ありがとう。ありがとう、同じで。ありがとう。東京のね、え、そうなの。なんか、悲しい。なんかさ、なんか家族と過ごした時間より、こっちで過ごした時間の方が長くなるのかなとか考えると、なんか、悲しいかも。ちょっとなんか、悲しいかも。ちょっと寂しい気がする。猫と過ごした時間よりも、そろそろこっちにいる時間の方が長くなるんですよ、私。それを考えるとちょっとなんか寂しいなって思ったりもする。思ったりしますね。だって猫好きだから、私本当に猫のこと愛してるんですよ。そうです。そうなんですよ。でも今日25でしょ。もうさ、1年とさ、3日経っちゃった。普通にごめんね。なんか出会う人なのかな、噂流れる恋人。
外でさ、キャンプしたせいでめちゃくちゃさ、もうあの喉ぶち壊れなんだけど、やばい、困っちゃう。新宿でキャンプしたせいで本当にもう、泣きそう。私ね、あのやばいでも歌うよ、まだでもまだ歌うよ、でもまだ歌うでもまだ歌うよ、今日喋ることないからね。あはい、ななこさんありがとう、ありがとう、いにちゃん、あじゃん、いにちゃん、いにちゃん、ちゃんありがとう、ありがとう、家でも最初はあ、ななこさんありがとう、ママさんありがとう、ありがとう、あらママさんありがとう、ありがとう、ありがとう、リーゼントの人だ、ありがとう、ありがとう。お名前なんて読むんですか、これ。ひよろさんありがとう、しなさんありがとう、こばあきさんありがとう、トーマのじいちゃんありがとう。今日はね、オンチなんですよ、じいちゃん今日オンチなんだけど許して、一周年だから一
一周年だからね。あれもありがとう。ありがとう。チャオ、ありがとう。今日、オンツヤはもう。ユニバー先生、ありがとうございます。サウラさん、ありがとう。ありがとう。あと何分ですか？あと4、あ、47分か。余裕じゃん。ルーク、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ジャンプしてんの？やばい。まあまあまあ。ソロキャンプやばい。普通に。ソロキャンプやばい。あ、なるほどね。オッケーオッケー。なるほどね。あと7分。なるほどね。え？え、今誰かのやつ。今誰かのさ。あ、これか。びっくりした。アカウント押したらさ、私の顔出てきてびっくりしちゃったんだけど、びっくりしちゃったんだけど。53分ね。オッケーオッケー。え、びっくりしちゃったんだけど、私の顔出てきてびっくりしたんだけど。私明日仕事なのにこんな歌ってていいのかな。まあ歌うけどねまあ歌うけどねじゃあラスト。あ、いい時間配分。喉さえ良ければよかったのにな。絶対アイドルやめないで。輝いてる君を見たい。もうずっとずっとずっと。Stop
っぱあと2分しかないの？なんだって。ありがとう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 ございます。ありがとう。まっこーさんありがとう。しなさんありがとう。まーさんありがとう。アロマさんありがとうね。ありがとう。こっちも絶対ファイブだけど本当に信じるよ。私信じるよ。あと2分なの？何？あと2分って何？知らないよ私。知らんよそんな。今日の知恵かと。あと2分なの？もう、悲しいね。おえ、おえとか言わない。もう、おえとか言わない。ありがとう。やばい、もうさ、もう明日何？明日さ、歌わないといけなくて、私仕事で声出ないんで、声出ないんですけど、辛い。急にやばい。みんなありがとう、1年間ありがとう。頑張りますね、これからも。やっぱいつ終わるか分かんないっていう気持ちで頑張りますね。いつもありがとうございます。